はい、ありがとう生態の平野です。まあ昔ね、長野県の文具井峠、有名なね、ゼロ地場、まあよくね、行ったんですけども、まあ本当にこの中央構造線がね、ずっと諏訪湖を通って、文具井峠を通って、愛知県の百軒滝を通ってですね、で、豊川稲荷、そして、まあ、私は思うのは、この蒲郡の竹島をね、通って、まあ、伊勢神宮から高野山、ずっと抜けていく、このゼロ地場ですね。このゼロ地場が、まあ、どういったものかというと、まあね、この、押し合いをすること、結局、圧力をぐーってあるところに、そこに立つとですね、まあ、エネルギーの回転が合うというふうにね、というふうに考えると、まあ、これはですね、本当に、自分で言うのもね、ちょっと恥ずかしいというか、あれなんだけども、まあ、このありがとう生態、特にチャクラ療法はですね、まさにその、押し合いがぐってこう入ったところ、入ったところに持っていって、そして動いてもらう。まあ、ゼロ磁場で体関節を動かしてもらう。で、起こることが、このありがとう生態のね、まあ、真髄なのかなというふうに、まあ、改めて思いました。ゼロ磁場のね、行って、施術をね、こうするのもいいのかもしれないけどもね、ぜひ、ありがとう生態で言うとですね、チャクラシートを使ってゼロ磁場を作り出して、そこに対して、もう一度ね、圧力をもう一段階入れてあげる。そして、次元をまた変えて、今度はもしかしたらゼロ磁場、十磁場、千磁場とかあるのかもしれなくて、そういったこの、次元というかね、この、次元を変えていって、行くと、また違う軸がね、使えて、そこに対してまた軸をぐーっと入れてあげる。まあ、説明するはちょっと難しいというかね、この皆さんこう感じたことない、体験したことないね、生態だと思うので、説明が本当に難しいというふうに、まあ、いつも私は思うんですけども、まあ、今回、ちょっとまた本を読んでたらね、ゼロ磁場の、ことが書いてあって、思い出してました。よく行きました、よく行ったなという、感触なんですけども、まあ、これからはもしかしたらそこに行かなくてもですね、ゼロ磁場を作り出して、そこで圧力を入れてあげる、そんな生態がね、できるのではないかというふうに思って、ワクワクドキドキ生態をやっております。愛知県蒲郡市でやってますけども、今回ね、東京出張ね、またちょっと復活させる予定ですので、ぜひね、ご期待していただきたいのと、あと、生態師養成塾がね、やっております。これはね、本当に、世界で唯一というかね、一つの手法であって、で、まあ、これだけで、まあ、関係するというよりも、そのゼロ磁場を作っておいて、そしてそこからね、まあ、皆さんがいろいろ学んだ、療法を加えてもらうだとか、まあ、これからね、本当に新しく始める方はですね、それプラス何かをね、また勉強してもらうと非常にね、いいのではないかなというふうに私は思っております。私は、ありがとう生態は万能ではありません。ね、そこは、勘違いをしないでいてくださるとありがたいなというふうに思っております。よろしくお願いいたします。